か。逆にアジャ椅子で一撃。あ、流血でしょうか。アジャも流血。アジャも、はい、アジャも切れてるね。はい、ちょっとフラフラしてますね。レフリーが大丈夫かということをね詰め寄ってますが、おっと本部席フラフラしてますよ。アジャもアジャもちょっとクラッときてるね。はい、血が出たばっかりっていうんで、さっきと全く逆の展開になりましたよね。そうですね、過去にこの両選手の戦いといいますと、やはり金網デスマッチでの大宮スケールセンター、いろいろですね記憶に残ってますが、やはり今日は金網がありませんからね。レスリングできっちりカウント3でですね、壮絶な戦いを期待したいところですけども、パンチラリアット、やはりちょっとここまではラフな攻撃が目立つ両者の対決です。ロープ2段目からこれは額よ。これ今なんかカーフブランディングのロープ版って感じで、そうですね、うん、非常にこれもなかなか珍しいシーンでした。先ほど額を割られたブルは、今度はそのアジャの額を徹底的にとことん攻めています。噛みつき、もう本当にですね、ブルーメイクもね剥げてしまいましたんでね。あれ、レッグドロップ、カウント2。内上さん、はい、このブル選手メイク、まあ、アジャ選手もしてるんですけども、はい、やっぱこのメイクしてる選手っていうのはマスクマンと同じように、はい、やっぱり試合前ですね、こうマスクをかぶったりメイクをする段階でやっぱり自分のボルテージがどんどん上がってくると思うんですけども、内上さんもやっぱりそうなんですか、ステージに上がる前っていうのは。そうですね、セシャム歌舞伎オックスメイクするときにだんだん人格を変えていくということを作業しますんで。そうですか、いや普段はみんな2人とも優しいと思うんですよ。そうですね、なんか以前アジア選手と内上さん、はい、ラジオで共演したという私情報を入手したんですけど、長与さんの番組に2度ほど出たことあって、アジア選手もその時一緒で。あ、そうですか、エリカちゃんと言ってますけども、拙者、詳しいですね、はい、アジア選手と言わないで、犬飼ってるんですけどね。あ、そうですか、それはいいと思うんですけど、そうですか、まあ、本当にですね、リングに上がったら耐えるのは自分自身しかない。そうですね、アジア選手この間のタイトルマッチの時も脳天から落ちましたからね、はい、あれはなかったですね、ダブルタイトル戦ですね、決勝の3本目、はい、震えちゃいますよね、あれ、はい、今日は流血戦になりましたね、はい、なんかタイトル作ったらブッチャーのように見えましたか、一瞬。やっぱりこの2人見てるとやっぱり怪物って感じ受けますよね、はい、キックをしといて裏剣だ。これはもう意地と意地というよりもですね、肉体と肉体のですねぶつかり合いの 3W 世界選手権ですけど、これラリアートがねやっぱり裏剣に打ち勝ちました。バックへ回ったブル中野、バックドロップ、カバーに入ってカウント2。体重があるから効きますね、うん、はい、タカがドロップって言いたいけどね、もうあれだってもうすごい大技になっちゃいますよね、はい、2人の体重差ってどのくらいあるのかな、両方とも100キロって感じでしょ。100以上ありますよね。ブルの方が重いんじゃないかね。重いですね、10キロぐらい重いですね。なるほど、両選手100キロ超えてますんでね、やっぱりヘビー級のね両選手ですけども、あ、これはロープでのドラゴンスリーパー、ちょっとここで先ほどのブルと同じようにアーチャーの動きが止まってきたように思いますが、フラングメイヤーダウンしたアーチャーを、あ、これはアジャのですね両腕をうまく自分の腕をミックスして右膝もアジャの首に立ててますね。アジャはキックで返したが、アジャのメイクもだんだん薄くなってきました。そしてメイクの代わり、ペイントの代わりに流血が両選手見事らしく機械に流れていますが、ここで、ね、まず出ちゃいましたか、これが出ましたね、アジャ。これにはブルも2発受けてしまいました、ブル。
フリーの注意を聞かないアジャ、カエルブル3発へっこんでしまいましたね。ブル様いかれ、ここでキックからカバーに入って、おっと反則ということでレフリーはカウントを取りません。両選手大流血のこのペーメント、あ、これトップローブだ、ボディスラム、アジャ2段目からフライングボディープレス、カウント今の技は良かったんじゃないですか。いいですね、うん、内上さん、はい、今アジャのあの豊川攻撃の時に内上さん、はい、頑張れって言ってませんでした。え、誰がですか。ブル選手に、いや、怒れブルと言ったんですか。やっぱ怒りがパワーを生みますからね。なるほど、ここまで大流血で全く勝敗の行方が分かりませんが、両選手スタミナをロスしているのは確かですけども、アジャがいつもより冷静なんでね、はい、なかなか普段の展開とは全く違うアジャコングですよね。そうですね、冷静に戦ってますね。しかしなんか内上さん、はい、ブル選手は今日は受けるだけ受けるような感じしませんか。もう何でも来いと、はい、長州選手を思い出しますけどね、最近の長州選手ですか、はい、首を取んなら取れと、なるほど、言ってるみたいですね。実力で取ってみろと、はい、裏剣の連打です。時間無制限、そしてリング当てての勝敗は決しないということで、リング内だけということで、これは不安にとってはですね、完全決着申し分ないルールですけども、ダウンしたブルにアジアが何か吠えてますよ。あー、裏剣、立ち上がるブル中野、裏剣、これもかなりダメージはきつい攻撃です。